にちは、マジセミの寺田です。今日はですね、エンジニアじゃなくても分かる、IT トレンド解説をしていきますけども、今日のテーマはですね、IT 体制の、日本と欧米との、格差、違いですね。これについてちょっとお話をしていきます。ユーザー企業さんの中にいるエンジニアって少なくて、大体そのシステムインテグレーターさんとかベンダーさんにこう外注するじゃないですか。なので日本の中のエンジニアってシステムインテグレーターとかベンダーにいる雇用されている数が多いんですよね。大体日本で情報システム部員、つまりユーザー企業さんに雇用されている人たちも含めて IT の関係者っていうのは100万人ぐらいいるというふうに言われてますけども、ほとんどがですね、ベンダーさんとかシステムインテグレーターさんとか、要は IT 企業に雇用されている人が多いわけですよね。欧米はですね、そうではなくて、ユーザー企業が直接エンジニアを、雇用している人数が多いというふうに、言われてますし、実際そうなんですが、今日の話はそこではなくてですね、実はというところですね。で、実はですね、まず人口に対するエンジニアの比率も結構違うんですよね。日本は人口が今1億3000万ぐらいですかね。それに対して100万人なのに対して、アメリカとかですね、ヨーロッパの国はですね、進んでるところは、その比率がですね、日本よりも多いと、大体 1.5 倍ぐらいですかね。なので、人口に対する比率がですね、そもそも違うっていうのが一つ目ですね。で、それよりすごいのが2つ目なんですけど、日本もですね、オフショア開発っていうのはだんだん増えてきてます。私もベトナムの、会社の役員もしてますし、セミナーでもですね、ベトナムセミナーやってますけども、で増えてますが、ですね、やはり現時点でかなり外国人のエンジニアを、委託も含めてですね、使ってる人数っていうのはだいぶ違うということです。で、この人口に対する比率とか含めてですね、つまりじゃあ日本の、が使っているエンジニアとですね、アメリカとか、欧米のヨーロッパのですね、国が使っているエンジニア、どれぐらい差があるのか、何倍ぐらい多いのかというとですね、なんと20倍ぐらい違うということというふうに言われています。要は日本のですね、エンジニアの、20倍のエンジニアが、例えばアメリカとかだと、働いているわけですよ。そうするとですね、やっぱりデジタルトランスフォーメーションとか言われている中で、そもそも国だとか企業の競争力がかなり違ってきちゃうじゃないですか。そういったところにでも、そういったところにもですね、格差が、あるということですね。今日はですね、IT 体制の日本と欧米の格差についてお話をさせていただきました。こういった形でですね、トレンド解説をしていきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。